前島から右サイドバックの八木下、再び裏を伺う大谷へ、平松のシュート決まりました。追加点、今日2ゴールの平松周、一人少ない富山が追加点2対0。このシーンです。大谷が裏に伺う動きをしまして、浅田が釣られました。長澤は対応しきれなかったというシーンです。威力はありませんでしたが、コースが良かった平松。富山に加入後、今日が初ゴール、そして2ゴール目。